のお便り、ありがとうございます。神奈川県、卵の成長を想像するとグロいさんからのお便りです。最近トモヤンの舌が終わりに埋まっていて心配です。優しいじゃん。関係ないからお前に。本当にそうだよ。すごいじゃん。心配してるのは本当娘だけで。本当そうだ。大丈夫か。これ本当にみんなで心配をしていくべき問題だと思っていて、一応論文を大学の方に提出しておきました。そんな余談はさておき、オムライス好きのともやんに向けて、オムレツの中身なんでしょうで自信と未来をつけさせてあげましょう。ということで、このオムレツの中身なんでしょう。今パーリーモンスターパンパンパンパーン、大好物包みだったらワンチャンじゃねえの。オムライスだから好きな。そう、ライス米入ってないといけない。めっちゃあるじゃん。腹埋めたいんだ。腹埋めたい。卵焼き自体はまあ好きだから、まあ、でも選択肢が減る分、まあありがたいんじゃないですか。まあね、上になんかかかってるんですか。上には何も。あ、え、じゃあマジで本当に卵で包まれてるだけで。なるほど、怖いね。いいし怖いと怖いね。それではやっていきましょう。ファイヤー。10周年記念ベストアルバム、10年目の夕闇にいざない漆黒のエンジェル発売決定。10周年を彩った楽曲を再録、そして新曲も収録予定。透明版ワンマンツアービューティフルティーンエイジャー開催決定。詳細は概要欄をチェック。はい、全国だもん、私だけ言ってたし、ね、筆頭だから、トモヤ、うん、で俺はやっぱ全国のベロナーに対してベロナー、俺にはついてるから。言うとこある。はい、焼き鮭。えぐいって。なんか不倫そんな感じ。確かにね、ガチ。え、ごめんなさい。いや、分かる、魚ではあると思ったんですよ。じゃあ、サバの塩焼き。焼いてる。やったー。生で入る。え、これは逆によ、そのあるメニューから取ってる説。えということで、うなぎ。うわー、え、ほろほろ具合がちょっと甘くて、うまき的な、あるあるね。確かに、あのデュルデュル感ってことしてたけど、あの皮の方とか結構そういう感じになりがちな。ちょっと、ちょっと、マグロ刺し俺生。いや、わかんないけど、マグロ刺し刺し、刺し焼いてるか、焼いてるなとは思わなかった。いや、まあ、いや、焼いてるっていうか、まあ、火が通ってるから、あの、多分普段のうなぎは焼いてるじゃん、あの、はい、うな重とか。だかそれとはちょっと違う食感、ゆえの、だ蒸し感というか、なんていうの、包まれてるゆえの、ね、あ、でも、蒸し感ね。正解は、うなぎの皮。すごいなー、うなぎだなー、言われて言えば。ほぼ生だね、ほぼ生。いや、焼いてるでしょ。どうする、誰から。いや、誰から。うな重、うな重はサバ塩焼き重。いや、そうだね。焼き鮭重って言うから、結果飲んでいいもん。いや、濡らしてはもらうよ。あれ濡らして。いや、でもいいよ。この作業。ポキボールだし、結果どんだけど、うん、30分待ってもらう。こっちの方がギルティー説はちょっと出てる。ついよ。マグロ刺しって書いたことによって、うん、結果どんでよくなったもん。置き換え論争封じの刺し。そういうことか。いや、でも絶対下の能力じゃないんだよな。食べてる知識だよね。うん、あなた、すき家行ってうなぎ頼むもんね、ちゃんと。考える力。俺はもう行かしてもらっちゃっていいのか。じゃあ俺からいいっすか。はい。まあ柔らかかったんで、まあ近しいものだけどほんのりするっていう意味で、はんぺん。うえぇー、ちゃう、ちゃう、えぐ、ちゃう。嘘でしょ。あのおでんに入ってるやつ、あれはんぺんだってますか。あの白い、ふわふわのやつです。あ、そう、それも思ったとかやりたかった。違いすぎ。じゃあ待ってたら。え、でも俺一旦、あ、ここがうわーって言ったんだっけ。うん。あ、じゃあいい。でもちょっと近い。チーズ、はい。いや、違う、ごめん。俺の弱い、やばい。違う、ごめんなさい。はーい、みんな、いや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 、集まれ。いや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 、チーズでしょ、あれ。俺ちょっと近いかも、はんぺんが。おう、ちくわ。あー、すり身ね。外側のちょっと皮っぽいのがあった気がした、ちくわの。それはない。ちくわなわけだ。僕、豆腐。これはだいぶ違うよ、サイドから。給食にさ、名前出てくる豆腐っぽいのが、だしにさ、めっちゃつけられてる。高野豆腐。高野豆腐だ、みたいなのある。豆腐やんけ。いや、そうそうそう、あんなんかなと思って。さあ、これはおもろくなってきましたよ。正解は、はんぺんです。しゃー、は
さて、まずはまあでも豆腐が逆に一番論争の中で一番面白くないね。そうだね。同時にまあそのちくわもまあちょっとあれだよね。まあただほいよほいよただピザね、みんなでこう映画見るとき食べようよってなったときに、だから最初あれ生地やって、おそらくソース塗ってピザソース、うん、で、なんとチーズ振りかけてください。はい、わかってます。そう、はんぺん振りかけていいよ、全然だってチーズに感じてんだもん、これいいどうなんだろうこれ。どうしよう。どうしよう。読書準備。どうしよう。果物。正解っす。正解っす。果物。リンゴとかなんかそのそっち系。リンゴ。マジの。リンゴってことね。いいえでもそのままじゃない。俺いきます。だからまあその生の果実ではない。俺も果物なんですけど缶詰かな。シロップの缶詰で、桃の缶詰。いや桃かマンゴーだったんですけど、マンゴーもうちょっと味強いだろうと。桃だったらまあ確かにシロップの強さ、甘さに近いところあるから。桃だぜ。え、バナナ。それはねえよ。それはね、これはマジで言える。それはね、これはフルーツの缶詰。いやでも大きな差があるよ、それ。缶詰って言うの。缶詰なんて省略省略分かったって言ってたじゃないですか。加工が加工が言う。それが果物の缶詰とちょっと1個レベル上がったみたいな。ラフランスとかあったらな、省略。いらねえ。あ、フランス。もうね、それはある。あるよね。正解はラフランスの缶詰。うわー、マジかよ。ラフランスな、やっぱあのザリッとしたの。そうか、そうだよな、リンゴでもねえんだよな、あれは。これ結構外したよ、よくない？えぇ、いや、マジか、やばい。いや、でも外したら結構ダザヨサムかな。ダザヨサム？人間失格？そう、これ結構人格かなっていう。人格？人格？じゃあ言うの。はい、カレー。カレー。いや、やっぱカレーにいいんだ。いや、カレーだろ、これは絶対に。いや、お前アポロテを攻めるね。だって液体は感じやすいけど、俺これさ、ハンバーグ。あ、でえぐい、これはえぐい。いやいや、始まりました。ちょっと待って、ちょっとトーカレー出して早くいじろうぜ、こいつ。あ、トロロで。いや、でも待って、俺ハンバーグの方がやばいけど。いやいや、正直おのおののやばい流派。正解はカレーです。しゃー、まずはね、バーモントです。いや、バーモントかー。いらないやつだ。いらないんだよ、カレーのやつ。最初バーモント書いてたんだよ。ハンバーグ、ハンバーグの方がやばいよ。結構やばいよ。いやー、ごめん、最後にハンバーグ食べた時カレーかかってたわ、確か。ははははは。あ、ごめん。トロロはね、まあやばすぎて逆にオッケーみたいな。いや、やばくないっしょ。やばい、ほんとゴチゴチ。いや、どこにおったの。トロロは味違う。いや、わかんない、だって味。いや、それがもうダメなんでしょ。いや、わかってない、一緒に。一緒に分かってない。味は、まず、まず味わかりませんでした、まず一緒じゃん。まず一緒じゃんっていうね。俺と一緒じゃん。次のステップの勝負になるじゃん。そうだね。もう食感で言ったらもう俺の勝ちだよね、どう見ても。まあ、そりゃそうだね、ハンバーグおかしいな。よかった、2で。2! ラストだっけ。ラスト。あ、これも、もう順当に当てたい。目の上がる。白いハンバーグ。ハンバーグ一緒。ハンバーグ。じゃあ、笹かまぼこ。肉じゃない。肉だと。肉。でも牛っぽかったんで、なんか牛のその甘辛煮とかかせていただきましたけど。なんかそういうゴロッとしたチャーシュー。チャーシューなのかもしれないけど、でもそんな、やべえ。でも俺なんかの缶詰とかで、あの酒のあてとかにする系の味がしたんで、これなんだっけみたいなとこ。牛の角煮、豚の角煮じゃなくて、普通にね、普通の牛の角煮。やべ、ミスった。ビーフジャーキー。やかして、ビーフジャーキー。なんかでかくない。やっぱ嘘だよ、ビーフジャーキーは。正解は角煮です。あ、ちなみにこれはあの缶詰ってコンビニで。おーおー、豚角煮です。豚でした。豚かい。すいません、豚ないよあれ。全然違う。じゃあですね、一緒。ひどい。どうでした。何が、どうでした。ドッキリ。何、思ったことないな、これ。思ったこと。思ったこと。でも俺以外は何かあれば。あ、自分だけだ。あ、合ってるわ。いや、最後の確認。そうしてるじゃん。ラフランス。うん。あ、そっか。そうだ。いや、そこじゃないんじゃないかな。何？翔太答えしてとかじゃなくて、違うことで何か。あ、
卵味濃かった？いやいやいや、なんかわかんないけど、だしすげえ強いなと思った。全員バラバラ？なんか答え違いすぎない？あー、そういうこと？カレー一緒だよ。あ、確かにそうだ。なになになに？本当のお便り。いや、本当のお便り。そうですね。本当のお便り。本当のお便り。はい。東京都下めちゃくちゃザラザラさんからのお便り。猫ね。先日上がった生、何生春巻いてるでしょうの動画で、トモヤンの舌がヤバすぎて腹を抱えて笑いました。白米を感じ取れないところまで渡してるのだと。そこで考えました。優しい人だ。オムライス好きのトモヤンに、オムレツと何か食材を合わせて、トモヤンだけ違う食材を食べさせたら、俺だけ違う食材食わせてないというのか検証してほしいです。なので、トモヤンだけ別の食材で。待って、でもこれは。逆にトモヤンだけ、まだ採点が終わってない。終わってない。で、1個目、1個目答えが、ホタテの刺身です。うわぁ、貝だったんかい。一緒だ。何がやばい。ホタテの刺身と。で、2個目、みんなははんぺん。これは合っててくれよ。頼む。これさすが合ってんじゃん。多分チーズなんだろうなって思って聞いてました。なるほど、チーズです。おぉ、さすがにな。でもユーマに勝った。危ねえ。こいつキモいだけ。で、3つ目がラフランス果物。なんかリンゴっぽいな。リンゴです。おぉ、リンゴって書けよ。リンゴの缶詰。すごい。リンゴの缶詰。リンゴの缶詰。むずい。缶詰は缶詰なんだ。四つ目が、みんなカレー。うん。一人だけトロロね。これはさ、トロロじゃないとまずいよな。いや、正直トロロはもうめっちゃ消去法だったよ。なんかその、まあいいや、いいと。何で消去したりしたいですか。いや、だから、食べたことないぐらいまで言ってた。あ、むずかった。何がトロとしてんだろうって言ったら。正解は、シチューです。え、まあ色一緒だな。いや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 、カレーとシチュー。どう？シチュー。シチュー。シチューとトロロまで。まあ別に。大丈夫。うん、大丈夫。いける？うん。いけるって。で最後、みんなが角煮を食べて。うん。で、友達笹かま。だいぶ違うけど。怖い笹かま。もうこれは類似じゃなさそうだよね。笹かまです。おお。すげえ。すげえ。いや、これなんかみんなと俺違うの食ってないって一言でも出たらそこで終了だった。ね、マジで、マジで。いや、言えないよ。そんな実績あんだから。実績。でもそう考えると、普通に、トモヤンの方が勝ちですよ、ユーマ。得点で言ったら。お前なんかしれっとなんか、もうこのまま動画終わりみたいな顔してる。正直、あの、果実界のあのバナナと、ハンバーグ。あれやばい。やばいよね。ハンバーグやばいかも。液体じゃん。なんかね、牛丼屋の店がこうの匂いしたの、すごい。カレーじゃん。好きだ。そう、カレーとかさ、牛丼とかなと思ったの、肉とか。え、じゃあ俺らが匂いしてんのいつもカレーなんだよ、あれ。あー、なるほどね。逆に。そうか。でもハンバーグって書かないけどね。逆に。ハンバーグ。チャンネル登録ボタンを。押せ！